広江寺城は、岐阜県中津川市福岡町の食内木の城県山にあった福岡東山市の日本の城、市指定史跡。美濃国枝群岩村城を本拠地とする地頭、東山市の一族である東山影都市が、現行、県無年間に築き、現在、広江寺市と呼ばれている観音堂の北の城山にあったとされている。 昭平15年民守護の時より安が、二期吉永と、東、池田市を攻めた際に、広江寺城主の演山、神道太し影信も従ったが、昭平16年12月8日に、京都で二期吉永と戦った際に、時市の長山よりもとに討たれた。大英6年に、遠山正俊が、職内儀から高森山に館を移した。遠山正俊が在城の時に、 五代醐天皇の御子宗永親王が、広江寺城に身を寄せていると、金国の武士が放棄して、広江寺城を囲み攻めてきた。味方は小勢で指揮を失い、東山一雲入道を大いに嘆き社殿に、コーヒー一心に祈った。社殿から二筋の白羽の矢が出て、敵の陣中に入り、見る間に、たちまち天は墨を流したように書き曇り、雷鳴と共に車軸を流すような大雨となった。 敵兵は、浮き足立ってきたと見えたので、それ天皇の加護なり、ものとも進め、と下寺し、短兵級を切って出たので、敵兵は、雲の甲を散らすように逃げ、巫女は深く、木天皇を崇敬し、創者義恩馬頭天皇の八字を、大書騎士変額を建て祭られた。とのことである。現在、白剣山の山独には、石積み、祖籍古い土、庭池、 鳥や堀の跡の他に、広江寺市の観音堂、宝教院堂と五輪堂が残っている。かつては上主館や武家屋敷があり、職内儀は中世の江南郡北部の中心地であった。ありがとうございます。